さあ、本日は参りましょう。ミスター武士党の戦国回し。本日は、幕末出来事解説。岩崎弥太郎 VS 渋沢栄一編。最強の実業家、出てこいや。こんな感じだったっけ <laughs> <laughs> こんな感じじゃなかったよね。まあいいや。 さあやっていきましょう本日は幕末的こと解説でございます明治を代表する実業家岩崎明太郎と渋沢栄一同じ明治を代表する実業家でありながらこの2人は全く別の方向を向いていたわけですねこの岩崎明太郎と渋沢栄一が一体 この近代化する日本の中で何を目指していたのか、そしてどのような戦いがこの二人の間で繰り広げられたのかというねお話をしたいと思います。これねめちゃめちゃ面白かったですね。えー、もうね江戸時代が終わってねもう侍とかね戦の時代は終わりましたけどね明治になってもまだまだ戦いは続いていたわけでございます。さあ行きましょう。岩崎弥太郎 vs. 渋沢栄一のお話でございます。さあまず明治十三年にですねまあこんなエピソードがあります。岩崎弥太郎が栄一をね一緒に飲みたいというふうに栄一を呼んでですねこう一緒に飲んだんだ,んだけどもまあその時にねこう意見の食い違いがあってまあ大げに 変化になってしまって英一はもうあんたとは話してられないって言ってね芸工さんを連れて出て行ってしまったなんてねエピソードがありますこれはあの聖典をつけね大河ドラマの中でも描かれていましたけどもこの2人はね全く考え方が別々だったわけですね渋沢栄一の方は常に合本主義っということを考えてたわけですねフランスの方で学んだ、まあ、株式っていうね考え方ですよねいろんな人が出資してお金を出してみんなでね大きな流れを作ってそして大きい事業をやっていこうっていうね考え方ですねそういう合本っていう考え方が根底にありました一方 岩崎八太郎の方はいや才覚のある人間が能力のある人間がみんなを引っ張ってって事業をこう独裁的にやっていった方が絶対いいに決まってると。 ね。みんないろんな人からこうお金集めたら、そのいろんな人の意見聞かなきゃいけないから、どうしたらいいか迷っちゃいますよね。だから、能力のある人間がぐいぐい一人で引っ張ってた方が絶対うまくいくっていう考え方あったわけですね。まあ、そういう考え方の違う2人がですね。まあ、一時はこの2人もですね。お互い手を取り合ってですね。海上保険会社を作ったりですね義援金を集めてね。貧しい人たちに援助したりとかね。そういうこともやっていたんですけども、やっぱりね。根底にある考えとか全然違ったので、2人は決別してしまいます。そしてこうね。岩崎弥太郎と渋沢栄一が対決する。そのきっかけとなったのが。 このまず渋沢栄一の方ですね栄一の海運業への進出ですここからすべてが始まります、はい、この時ね日本の海海運業はほぼ三菱が独占しているという状態でございましたこれはね岩崎弥太郎の解説とかでも話しましたけども、まあ、政府の方でもね優先会社を作って何とかやろうとかしたけど、まあ、失敗してね全部もう三菱に持ってかれちゃってもう政府もじゃあもう岩崎弥太郎に任せちゃうかって感じでもう日本の海運はすべて三菱のものというような、ね、状態にもなっていましたもちろん外国からのね参入とかもあったんだけどそれも全部蹴散らしてですね岩崎が全部独占していると、まあ、そんな状態でありました、まあ そんな中で,です、ね、三井物産がですね、えー、こういろんな事業をやっていく中でどうしてもこう、ね、物を運んだりするのに海運を使わなきゃいけませんからこう三菱の、ね、海運を使っていたんですけどただね運賃がめちゃめちゃ高かったと、まあ、当然ですよね三菱はだって全部もう海を支配してるわけだからいくら、ね、金額を釣り上げたってまあ ね、もう三菱使うしかないからっていうことで、みんな高い金を払って、えー、このね、えー、運搬してもらってたわけですね。三菱ね、こう海の上で。それをちょっと三井物産の方が不満に思ってですね。ちょっと海運のね、この運賃高すぎるよっていうことで。ちょっと自分たちで、えー、ね、この船を使って、海運ができるようにならないかってことを考えたわけですね。で、そこで渋沢栄一に相談に行くわけですね。まあ、三井物産はね、もともとあの井上香織がね、えー、作った先週会社がね、元になってますから。まあ、栄一ともずっと仲が良くてですね。代表のね、増田さんっていう人と栄一もすごい仲良かったんで、ちょっと栄一さんとね、出資してもらって。もう三菱の。 海運に頼らないね、えー、運送会社をね、海運業をちょっとやってくれませんかってこと言われたわけですね。で、栄一もですね、その三菱が独占してるって状態はやっぱ気に食わないわけですね。みんなが、ね、栄えなきゃいけないのに、一人がそういうね、利益を貪ってるみたいな状態は良くないと思ってたので。その話乗りましょうって言って、三井物産に協力して、えー、新たな会社ですね。東京風帆船会社というね、会社を作って、えー、三菱に変わるですね、えー。ちょっと安く、ね、三菱よりは安く使える、こう、海運業を始めようってことをやったわけですね。 当然やたらをそんなこと許しません。もう海は三菱のもんじゃきって思ってますから。勝手なことすんなってことですね。これを徹底的に妨害してきます。まあ、これがなかなか面白いんですね。まあ、まずですね。岩崎弥太郎は大隈重信ですね。当時、の参議院の大隈重信の非常に仲いいですから。大隈重信も通じてですね。こう政府の人たちにどんどんお金を配ってですね。そして政府に根回しすることで、この東京風帆船会社がうまいこといかないようにね。いろ,いろこう政府からも圧力をかけてもらったり。さらに新聞社にもですね。いろいろ悪口を書くわけですね。東京風帆船会社はもう名前からしてダサいしみたいなね。 そんなこと書いたか分かりませんけど悪口を書いてみんな使わない方がいいよってことを新聞に書いてもらって出したりとかあとはですねもう地方の中小企業にですね お金を、ね、融資するよってねこの三菱が融資しちゃうけその代わり東京その風帆船会社とか使ったらあかんでってね三菱だけを使ってくれと三菱だけを使ってくれということをね言ったわけですねそうしたことによって a、AH、一たちはせっかくねお金を集めて新しい海運業を始めようとしたんですけども、まあ、そもそもね、えー、じゃあ船でね物運びますよって言っても誰もそのお願いしてくれる人がいなかったら商売になりませんからでも三菱が全部抑えちゃってるわけですねだから誰も仕事を依頼してくれないし政府からも圧力かけられるし新聞には悪口かかれるしってことで誰も使ってくれなくて結局こう の東京風帆船会社っていうのは、まあ、ほとんどね、何もできないまま潰れてしまいます。岩崎やたら、すごいですね、えげつないですね。まあ、徹底した岩崎の妨害によって、栄一の海運業への進出は失敗しました。 はい、これで岩崎弥太郎相変わらず海を支配しているという状態なんですけども、まあそこからね。うまくいかないわけですね。ある事件が起こります。それが明治14年政変です。はい、これ何があったのかと言いますと、これは明治政府での事件なんですけど、まあこれにね。岩崎弥太郎が巻き込まれていくことになります。明治14年に勧誘物払い下げ事件っていうのが起きて、明治政府がえ世間からすごい。バッシングが受けるって事が起きたんですね。まあ、これどういうことなのかと言いますと、明治政府が持っていたまあ、勧誘物ですね。明治政府が持っていた。いろんな施設とか。まあそういう工場とかねまあ、そういうものをもう。 いらないから。 ももとと北海道を開拓するためにいろいろ用意したものだったみたいなんですけどある程度もう北海道の開拓進んできたからもう政府はそこから手引きますとだからもういらないのでそれを全部民間に払い下げますと売ってあげますよってことでやったんですねでその売った先があの五代友厚だったんですよこれ何がまずいのかと言いますとこの売りますよって言った人が黒田清隆っていうもともと薩摩のね薩摩藩主の人なんですよ黒田清隆が同じ薩摩出身の五代友厚にたぶ、まあね、格安で、ね、売ってあげたんでしょうねあとはもう好きに使っていいよって言って五代に、まあ、こう渡しちゃうみたいなことをやったのでいやそれ 政府とその、ね、実業家になってる五代が癒着してるじゃねえかってね「薩摩この野郎」みたいになるわけですね「お前ら薩摩のやつ相変わらずそういうことやってんだな」みたいな。でめちゃめちゃこうバッシングを受けることになるわけですね。で明治政府はピンチになるわけですけども、まあ、その時にですねこの この情報ですね、まあ、この勧誘物払い下げっていうのは当時まあよく行われてたわけなんですけども、まあ、こうバッシングされたっていうのはやはり情報がリークされた新聞社とかにリークされて世間に知れ渡ってしまったからっていうことなんですよね。誰がリークしたのかそのリークしたのは大隈重信と岩崎弥太郎なんじゃないかっていうふうにねそういうふうに見られたわけですね。はい、でもちろん岩崎としてもそ、ね、明治政府が持ってたものを自分にもらえるんだったらいいけど自分のライバルである他の実業家の人たちに持ってかれちゃったらね北海道とかの商売をこう奪われてしまうシェアを奪われてしまう可能性もありますから岩崎としてもそういうことやられてほしくないっていうのがあるから もちろんねリークした可能性はあります。まあ、詳しいところはわかりませんけどね。で、大熊もこの時いろいろねその、えー、派閥争いっていうのがあって、薩摩の人で、えー、大熊は飛騨の人だから、まあ、派閥が違うわけですね。まあそういう派閥争いとかもあって、まあいろんな理由があって、まあ、大熊もその 薩摩派閥の評判を落とすためにこの情報をリークしたんじゃないかとか、ね、そういうふうな疑惑が向けられてなんと大隈重信が明治政府を失脚するという、ね、ことが起きるわけですねやめさせられてしまうんですよ。そして岩崎弥太郎は大隈重信っていうパイプがあったからこそ明治政府の,このバックアップを受けてもう日本の、ね、海運王として、えー、こうブイブイ言わせたわけですから大隈というバックボーンを失って、まあ、岩崎もかなりピンチになるわけですね。でさらにこの後後大隈がです、ね、政府を辞めた後、えー、立 作って明治政政府府を批判すすするわけででねね反政府組織です、ねまあ、立憲改進党っていうのは「明治政府はおかしい」って、ね、文句をこうバーって言うわけですね憲法を作れみたいなねいろいろ文句を言う組織を作るわけですよ。もちろん政府からしたら、まあ、そのね立憲改進党とかいう、えー、その党はですね邪魔な存在なわけですよね。でそんな政党がなんで動けてるのかっていったねやっぱり金を援助してくれる存在がいるわけで,で大熊と岩崎はずっと仲良かったからどうせ立憲改進党はその、ね、三菱からこうお金を援助されてるんだろうと。 それで反政府活動やってんだろうとふざけんじゃねえぞ三菱ってなって明治政府は三菱に対する圧力をかけてくるんですねこれやっちゃダメあれやっちゃダメとかねいろいろ言ってくるわけですねこれで岩崎彌太郎は一時はねもう海のね全てを支配して渋沢栄一とか出資して新しい船の会社を作ろうっていうのをそれも全部潰したりとかしたんだけどそんなことはもうできなくなってくるわけですねさここでついに栄一がねまたリベンジに挑むわけですねはい戦いはまだまだ続きます。三三菱菱ががですすね弱っっってててる時ににじゃあ徹底的に三菱潰すぞって言って今 共同運輸会会社社っていいうねねまた新しい会社を作るんです、ねはい、この共同運輸会社っていうのはもうほとんどね資本のねもう半分ぐらいは、えー、明治政府が出してるみたいなねだからもう半分政府の会社みたいなもんなんですけども、えー、こう共同運輸会社っていうものを作ってですねもちろん三井物産とかも関わっていますとにかく岩崎弥太郎に対して、えー、岩崎弥太郎を独占してるっていう,こう状況をなんとかしたいっていう人たちがお金を出し合って会社を作ったわけですね。さらに セロンもですね、どん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 、岩崎弥太郎、三菱に対してのね、風当たりが強くなってきます。ちょっと三菱だけが儲けすぎてんじゃないかとね。その海のや、ね、もう海運を支配しちゃって、独占しちゃって、三菱ずるくねえかっていう声が世の中からふつふつと湧き上がってくるようになるわけですね。これで、岩崎弥太郎ね、大ピンチに陥るわけですね。四面楚歌でございます。政府が本腰入れて。 もうかなり金を出してくれてねで今度はね一回も,もう潰れちゃってますからエイチたちが作ったね会社が今度は潰れないように政府が完全にバックアップして逆に三菱潰すぞっていう勢いで作られた共同運輸会社が出てきたんで,でしかもね世間はねちょっと三菱に冷たくなってるとこれも負けられねえぞっていうことで三菱は徹底してですねサービスの向上それから運賃を安くするということをやりました。こういうことにですすすねねももののごいいい競争っていううはは、ね、起きます、はい、だからもう 安くした方がね当然お客さん乗ってくれますから船にはね乗ったりとか荷物預けてくれますからとにかくもう。 価格を安くししてて勝負すするしかなないってなったわけですねでねとにかくめちゃめちちゃゃどんどんんん安くくしていくんですよで当然共同運輸会社もそんなね、えー、三菱より高い運賃でやってたらお客さん使ってくれませんからじゃあこっちも下げるわって言ってどん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 ねどっちが安いどっちが安いになるわけですね。まあ、今でもねなんか一時期さ牛丼がさもう吉野家と松屋でさどっちが安くなるんだみたいなあったじゃないですかめちゃめちゃ安くなっていくみたいなあんな感じでとにかく廉価競争が激化してとにかく安くしてさらにはですね、えー、もう乗ってくれたらですねむしろあの景品プレゼントしますみたいなねちょっとしたなんかねあのいいタオルあげます みたいなねタオルでもっといいもんかもしれませんけどもさらに景品をプラスするみたいなことをやってまあほぼ赤字ですよねほとんどもう利益が出ないけどもとにかく客のシェアを取るために安く安く安くしていくっていうことを三菱も共同運営会社もやっていきましたでさらにですねもう値段でもうギリギリの値段まで行ったらもうそれ以上下げられないところまで行ったら今度はスピード対決なんですねどっちがいかに早く出せるかどっちがいかに早く牛丼を出せるかっていう話ですよねえまあその牛丼たとえるのもどうかなと思うんですけども、まあ、とにかくどっちが早くいけるかっていうことやるわけですねだからもうとにかく船の性能 あげろって言ってて言でですねでもとにかく早く行けるようにでもうガンガン石炭炊いてものすごいもう最高速で行けみたいなことをやるからですねもう煙突から煙が出過ぎてで煙突が炎上しちゃって船が燃えるみたいなねそんなことになるぐらいとにかくスピード出せってことをやったりとかですねお互いこの、ね、共同運輸会社の、ね、三菱の船がね同じ方向行くっていう時に「ドケドケ」みたいなね「ね俺が先行くぞ」みたいなね「ねどけみたいなことをやるからこう船同士がぶつかって衝突事故が起きるみたいなとにかく悲惨なことになってました。安くして全然利 どん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 ね。損害だけが増えていくという状況になりました。この激しい廉価競争によって三菱はなんと売り上げが半減してしまって共同運輸会社の方ももう倒産寸前という状況に追い込まれてしまいます。このままじゃ、どっちもこのままじゃ、どっちも共倒れになるぞ。 ね、どっちもこの日本を代表するこの、ね、海の、ね、海運の会社が潰れちゃったらこのあと海外の、ね、やつらがやってきてアメリカとか、ね、イギリスのやつらがやってきてじゃあ俺らが、ね、日本の海は支配するぜってやってきちゃうからどっちも潰れるっていうのは一番駄目なんですよねだから政府としてもいやもうこのままだったらどっちも潰れるからちょっと岩崎くんもうちょっと仲直りしようっていう風にに、ね、言いに行ったみたいなんですよ。ででもも、えー、岩崎ははすねねそんなんな知らとととおお前前たたたたちちががが売っててきた喧嘩だろうと俺はたとえ三菱が潰れてもお前たちが 負けるって言うまで戦い続けるって言ってですね徹底抗戦するわけですね絶対に折れなかったみたいなんですよでもうそんなことしたらね、国益にはなりませんからね国のためを考えたらここ友倒れするの一番悪いんだけどやたらを維持でもね負けるぐらいだったらもう侵入するみたいな考えなわけですよだからあのね、政府の人たちももう岩崎は国賊だみたいなことを言うわけですよね国のことを何も考えてないて、ね、そしたら岩崎も上等だこの野郎みたいな言ってですねそんなことになったらもう俺が持ってる船全部焼き払ってさら、えー、にその 持っている資金を全部その反政府活動している、ね、大隈重信とかに与えて、国家転覆してやんぞ、この野郎ぐらいね。もうとにかくバキバキになってて、絶対に負けを認めねえっていうね、まあ、そんな状態になっていました。これはさすがはね、政府もね、やばいぞと、いう状態になってきたんでございますけれども。ここでですね、えー、思わぬ、結末を迎えることになります。それはですね、岩崎弥太郎の死なんですよね。まだまだ、この。 共同運輸会社と三菱の対決が激化している最中に岩崎はもう急に死んでしまうんですねはい、その死因はね胃がんというふうに言われていますえ岩崎はね本当にもう若い頃から酒をめちゃめちゃ飲みまくってましたのででねその、えー、もう三菱作った後もですね政府と仲良くするためにもう接待とかしてね大隈しげなむとかもねいっぱい酒を飲んだりしてましたのでもう胃をねすごい蝕まれていて胃がんになって52歳というね若さで死んでしまうんですよね志半ばの、まあ、病死というかねもはやこれは内死ですよね弥太郎はもうその 胃がんに侵されて余命3ヶ月とかにもなってるにもかかわらず、もう全然休まずにですね。そのベッドの上から、その部下たちを常にこう呼んでですね。状況を聞いてずっと命令を出し続けたらしいんですよ。死ぬ直前まで普通ね。もうゆっくり休んでくださいって話なんだけど、やっぱ八太郎はもう才覚ある人間が。 会社を引っ張っていく、で、そして、その三菱のこともね、すべては、この三菱って会社はすべて。八太郎がね、責任を持って、八太郎がすべてを決めるっていう風に、社則にも書いてますから。全部わしが決めるんじゃって言って、もう、胃がんで死にかけて、もう、すごいね。吐きまくったり、血吐いたりとかね、してるわけですよ。そんな中でも、ずっと共同運輸会社に負けるかっつってね。ずっと仕事してたらしいんですよね。だから、これはね、もう、もう、討ち死にと言ってもいいかもしれませんね。ねタの病死ではありませんよね。そんな八太郎がですね、壮絶な死を、迎えたことによって、この戦いには決着がつくことになります。まあ、当然。 八、ね、太郎後継者がおりまして八太郎の弟ですね岩崎弥之助っていうのがいるんですけどもこの弥之助がですね八太郎の後を継いでですねこの戦いまだ続いていくかに見えたんでございますけどもさすがにねこのままだったら本当にどっちも倒れちゃうからということで明治政府が弥之助に頭を下げてですね弥之助も岩崎弥太郎に比べたら柔軟なタイプの、ね、弟だったんですね。なので分かりましたこのままね三菱がね三菱も共同運輸会社も両方潰れてしまってね海外にシェアを奪われるぐらいだったらここは妥協しますと言ってこの弥之助はですねこの共同運輸会社と三菱の 合併っていうのね、え政府から言われた合併っていうのを承諾してえ三菱は一旦消滅してですね日本優先会社というものに変化していくことになりますでこの矢之助って人もねなかなかね優秀な人なんですね岩崎弥太郎もその死の間際にですね遺言を残すんだけど矢之助に対してはですねあの自分のまあ子供がいますから将来的には自分の子供にその三菱を継がせますけどもでもね矢之助はあの毛利のね戦国時代の毛利家の小早川貴影ってねいましたよね毛利の稜線って言われてね吉川小早川って言ってねでその 早くに父を亡くしてしまった毛利輝元をね、補佐し続けてね、有名な武将ですけどね。あの小早川隆景のように、この三菱を支えていってくれと言ってね、死んだらしいですね。はいまあこうしてですね、矢之助が折れたことでですね、無事日本のね、海運のシェア海外に奪われるということはなくですね、この日本優先会社というのをまとまって、この戦いは収束に向かっていきました。で渋沢栄一もね、あのこういうことをね、自分の自伝の中でかに書いてるんですよね。私は岩崎弥太郎、個人のことは別に嫌いではなかったと、憎んではなかった、ただ、 周りの人たちねその三井物産の増田さんとかねそれから渋沢喜作とかねああいう人たちが「いや岩崎弥太郎はもうおかしい、ね」独裁してるじゃないかとあんなやつ許せるかってね周りがそういうふうにすごい反岩崎反三菱ということをやってたからなんか自分もねその棟梁みたいに担ぎ上げられて、えー、岩崎弥太郎から恨まれていたけどもでも実はその、ね、日本の実業をこう担っていくね、えー、同じ志を持った人間として えー、あの時ね飲み会の席で喧嘩別れしちゃったけどいつか仲直りしたかったって、ね、ことを言ってるんですよね、えー、一いいやつだなと思うんですけどね、まあ、そんな風にですね、えー、結局岩崎八太郎の死とというところで、まあ、この戦いに、ね、は決着がついたということになります、はい、で,この後ですねここで日本優先会社になっちゃったから三菱は消滅したというふうに言いましたけども、まあ、皆さんご存知で、ね、今でも三菱ありますよねこれ復活してくるんですね矢之助が頑張るわけですよもちろんそこには岩崎弥太郎がまいた種っていうものがあったんですけどねその 海運王って海運をねもう独占してる時に一応ね三菱も海運以外の仕事も。 ちちょこちょここやってたみたたたいいいでですすよちょっとそういう投資はしてたらしてらねただ、まあ、その売り上げの大半は海運でそういう新規事業への投資っていうのは、まあ、あくまで保険でそんな別に収益を上げるためのものではなかったらしいんですけども、まあ、それをねやっといてよかったなって話ですよねやっぱりね新規事業への投資っていうのはね大事だなと思いますけどもそういうことをやってたおかげでこの海運はもうその合併されてなくなってしまったけども他のところでね頑張ってですね鉱山だったりとかそれから銀行だったりとかね今でも三菱 UFJ ありますけどね銀行だったりとか、まあ、そういうことをねあと貿易とかもやったりとかして、まあ、うまいことこう三菱は復活 していってですね、えー、三菱支社としてですね、えー、この現代にも続いているということになりますいや非常に、ね、この矢之助も面白いんですね矢之助のね、えー、話もねまあ、いつかできたらいいなというふうに思ってますねあの今でね丸の内ってあるじゃないですかねビジネス街。あの丸の内を今のような形にしたのも矢之助らしいんですよね矢之助はアメリカのニューヨークにあの留学しててでそのニューヨークのねあのウォール街っていうんですかそのビジネス街を見た見てきたっていう経験があるのでその ニューヨークのビジネス界を日本に再現しようって言って、その明治政府がね、そのあの丸ノ内あたりをこう払い下げるってやった時に、やのスケが買い取って今のね、こうオフィス街にね、こう発展させていったというわけなんですね。ビジネス街に発展させていったんですね。だからね、今あの丸ノ内 OL っていねいう言葉もありますしね。丸の内 OL っていう、え、丸の内 OL レイナさんとかもいますけどね、ちょっとエッチだね、ユーチューバーの方いますけど、ああいう人が存在してるのはやのスケのおかげなんですよ。やのスケが丸の内を開発してなかったら、丸の内 OL は生まれなかった。 そう考えたら、えー、岩崎矢之介、ありがとうって、ね、感じですよね。一体何の話をしてるんでしょうか。全く全然、こんなまとめでいいのかわかりませんけども、えー、岩崎矢太郎 VS 渋沢栄一の戦いでございました。えー、まだですね、この動画を撮ってる時点では、まだ聖典をつけてこの戦いは描かれてませんけどね。まあおそらく、 大河ドローマのの中でねこの大会描かれると思いますどんな風にね演出があるのか非常に楽しみでございますけどもね、えー、そんなのも楽しみにしながらですね、えー、今後もね歴史をね見ていこうと思います、えー、そして、えー、戦国噺まもなく登録者がね7万人になりますからねぜひ皆さんチャンネル登録の方よろしくお願いしますあと高評価もよろしくお願いします皆さんからの登録そして、ね、高評価があってこそ我々もねこの仕事を続けていけますからね皆さん仕事っていうのはみんなの力が集まってできるもんでございますからね、えー、その渋沢栄一のね心も忘れずに、えー、チャンネル登録 高評価、よろしくお願いいたします。それでは、またお会いしましょう。さらばちゃん。